前回はたくさんのコメントありがとうございました。恐縮ながら自分一人の知識では完全に解説することができないため、皆様からご指摘いただいた部分を過筆、修正することで完全版とした次第です。たくさん情報をいただけたので、雑な編集と、にわか知識でも大急ぎで投稿した甲斐があってよかったです。前置き失礼しました。それでは映像の方を流していこうと思います。今日こそ決着をつけてやる。ここ、よく見ると、カービィだけちょこっと動いてるんですよね。フォックスの真似をしているというコメントがあって、可愛いなと思ってしまいました。カービィだけっていうのも、後々の伏線なんでしょうかね。ところで、この崖から全員で空を見上げる構図、どこかで見覚えがありませんか。スマブラ X にあった、悪夢の使者の、エンディング画面と見比べてみましょう。うーむ、そっくりですね。制作陣の作り込みを感じました。そして彼らが見上げた先にあったものは、おびただしい数のマスターハンドでした。見たところすべて右手なので、クレイジーハンドはいないようですね。その中心部にいるのが、これです。キーラと言います。公式サイトのキャッチコピーでは、最強最悪の敵、と書かれていましたね。キャラクターたちが四面体であるスピリットと化し、イメージの世界から出られなくなるという最悪の事件を引き起こしたのが、こいつです。今回の一人をモードにおけるラスボス的な立ち位置でしょうかね。一人で10体ぐらい倒せればいけるか。ここのシーン、Twitter で散々ネタにされていましたね。っていうか自分もしてしまいました。仲間の士気を上げようとしてるのか、ファイアーエムブレム無双のせいで感覚が麻痺してるのかわかりませんが、一人でマスターハンド10体は厳しいですよね。そういえばニコニコ大百科の方に、早速、マルス理論という項目が作られていましたね。内容としては、ファイアーエムブレム自体、敵軍が自分より圧倒的に多いという状況ばかりなのだから、そういう世界で生きてきたマルスの発言は何らおかしくないだろう、というものです。しかし、ウプ主としては、少し違和感を覚えるわけです。なぜならマルス様、主人公としてはそれほど強くないんですよね。自分も制圧や鍵開け、要員として使ってた覚えしかないんです。マルス様の魅力は戦闘力ではなく、仲間を集める人としての魅力と言いますか、まあとにかく、スマブラでは同じシリーズから化け物がたくさん登場しているので、マルスが言うよりはまだ彼らの方が説得力があったんじゃないかなと思っています。それに、敵がマスターハンドとなれば、一体倒すだけでも大変なボスですからね、ネタになっても仕方ないと思います。ここまで来たら、やるしかないです。トライボースバージョンのゼルダ可愛い。きっと勝てる。ここでマスターハンドたちが突然崩れ始め、光となってキーラに吸収されていきます。それを見た瞬間、チューブのビジョンが発動し、これから起こるとんでもない未来をただ一人知ることになります。直後に彼らが全滅してしまうという最悪の未来ですね。たった一人、どうしようもない絶望的な未来を見てしまったシュルクは、この瞬間どんな気持ちだったんでしょうか。考えただけでも苦しいです。この時のシュルクが見せた悔しそうな顔がまた辛いですね。しかしそれでもシュルクは後ろへ振り返り、自分のことよりも味方に注意を促しています。いやもう本当に主人公ですよね。かっこよすぎます。そしてこのシーンのシュルク、この場で最も生存する確率の高いと思われるカービィへ視線を送っているという説がありましたね。まず、シュルクと目が合っているこの視点がカービィのものだというやつです。個人的にはこの説を推したいのですが、いくつか問題もあるんですよね。例えば、立ち位置が違うからこれはカービィの視点じゃない、という意見です。しかし、シュルクも最初は先頭に立っていなかったため、立ち位置の問題は気にしなくてもいいんじゃないかなって思いました。次に視点の高さですね。これについては自分でちょっと実験してみました。背丈の差はこんな感じですね。少し差が大きいんじゃないか、と思う方もいるかもしれません。しかし、これくらい距離があるとすれば、カービィから見たマリオがそれほど大きく見えなくても不思議ではありません。さらに、あの瞬間は全員で上を見上げていたので、上を見るためにカービィが足を少し伸ばしていたとします。すると、こんな感じに、あ、間違えた。はい、こんな感じになりますね。どうでしょう、ちょっと背伸びした瞬間に撮ったスクショですが、結構差が縮まったんじゃないでしょうかね。まあ、公式から明言されていない以上、考察するだけなら自由だと思うので、人それぞれいろんな意見があっていいと思います。そんなわけで、僕はこの視点がカービィのものだという説を信じています。長くなってすみません。じゃあ続き見ていきましょう。そして、シュルクが見た未来の通り、裂け目のような穴からビームが発射されます。先ほどシュルクが見た基準では、全員なすすべなくやられていましたが、リンクはなんと4発もしのいでますね。1発目はジャストガード、2発目は普通の防御でしょうか。しかし下から伸びてきた3発目に体勢を崩されてしまい、脱落してしまいます。いやー本当に狡猾なビームですよね。しかしこのビーム、ウップ主はカービィを狙ったものなのではないかと考えています。単にリンクの体勢を崩すためかもしれませんが、まずビームが他のキャラより小さいことです。つまりカービィサイズのビームだと。そして、もしさっきの視点が本当にカービィのものなら、リンクはカービィの真ん前にいたわけですし、お寿司。特
中のリンクを通り過ぎていったビームも、剣で軌道を曲げたという意見もありましたが、明らかに剣とビームが接触していないので考えづらいかなと。ゼルダシリーズを全て制覇しているわけではないので、マスターソード自体にそういった能力はある可能性も否定できませんが、何よりワープスターを持ったカービィは、真っ先に倒してしまいたいはずです。そんなカービィへのビームを3発も無効化したリンクは、本当にイケメンですね。次はサムスですね。よく見ると最初の数発は、正面から来るビーム以外の方向へ撃っているんですよね。これについては様々な意見がありました。味方をかばってる説、ビームを誘導しようとしている説、そして本体へ攻撃している説です。自分は最後の説派ですかね。カノジオの登場する作品、メトロイドでは、初見のボスはとにかく攻撃して弱点を探す、というのが定石です。そういったプレイヤーが取る行動の基本となる部分が垣間見えているのではないかなと。先ほどの、まずは冷静に盾でガードしているリンクにも似たようなことが言えますよね。この二人が使うネイルの愛と念力を、いともたやすく貫き通しています。この二人を簡単に潰せるとは、ビームちょっと強すぎですよね。しかし、リンクとハイリアの盾の数がどんどん上がっていきます。続いてこのシーンです。ソニックが遅れて走るピカチュウのためにスピードを落とし、手を差し出しています。なんとも感動的なシーンですね。もう少しスピードに振って、こだわりスカーフでも持たせておくべきでしたね。余裕のないベヨネッタ姉さん、割とレアですね。バットイズインで一発目は回避できましたが、コウモリの一部がビームに当たったことで人型に戻されてしまい、やられてしまいます。さすがはポケモントレーナー。逃げられない、ですね。ブルーファルコンに乗ろうとしたところをやられましたね。でも宇宙最速のレーサーですし、あと少し乗り込むのが早ければ逃げ切れたかもしれません。やられる瞬間のポーズが地味にツボですが、こういう移動手段のある敵は優先的に狙ってるのかもしれませんね。Twitter でのんきにランチの画像ばっか上げてるからだよ。続いてルカリオです。一発目は神速を使って回避しましたが、反動があったり月光画が壁になって二発目が見えなかったりで、ビームに当たってしまいます。月光画も、一発目で空中に誘導されてしまい、なすすべなくやられてしまいます。このビームさっきから、なかなか未狡猾ですよね。まるでファイターの特徴が全て知られているかのようです。幾度となくファイターたちと戦ってきたマスター反動を全て吸収したからでしょうか。イカちゃん可愛いですね。でも、地面ごとえぐり取られてやられてしまいます。初参戦のイカちゃんの特徴まで知られているとは。そしてファルコです。アーインに乗っていますね。超高性能全領域戦闘機とも呼ばれています。その名の通り超高性能なんですが、この場では一種の機能であるローリングを使っていますね。ローリングは機体を高速回転させることで電磁バリアを張り、敵のレーザーなどを弾くこともできます。しかしローリングを使うと、出力が一時的に低下して隙が生じてしまったり、高速回転によってパイロットが周囲の状況を見失ってしまうのが弱点です。そしてこのビームさん、ファルコを倒すための徹底ぶりが半端ないんですよね。まず、ローリング時ではなくローリング直後の隙を狙っていること。そして後ろから迫ってると見せかけて、下の雲に隠れた不意打ちの一発目をぶち込み、その一発で右側の主力を破壊して、他のキャラより明らかに多い数のビームを一点に収束させて確実に潰しています。全キャラの中で一番えぐいやられ方ですね。確かにアーインは多少破壊されても飛行可能だったり、ワープ機能があったり、この場だけでは説明しきれないほどすごい機能がたくさんついています。それだけ最高クラスの警戒をされていたんでしょうね。仕方ない。そして最初の顔が映るところ、背後のビームを見ているのかもしれませんが、地上を見ているようにも見えますね。そういえば、地上の戦闘にはフォックスがいましたし、何か思うところがあったのかもしれません。なすすべなくビームに飲まれたであろう、フォックスから、最後に何らか無線が来た可能性もありますね。ここのシーンは本当に感動です。パルテナ様は部下である、ピットとブラックピットを守るため、彼らに飛翔の軌跡をかけて必死に逃がそうとしているんですよね。そしてさらに、足止めをするために、全員が逃げ回る中、たった一人で立ち向かっています。部下への愛情を感じる最高のシーンでしたが、これも、パルテナ様が散ったことで、飛翔の奇跡の効果が切れてしまい、飛べなくなったピットとブラックピットも、光に飲まれてしまいます。ブラピは奇跡なしでも飛べるぞ、といったコメントをいただいたのですが、実は、今のブラピでは不可能なんですよね。彼はもともと、パンドーラの残存する魔力を使って、飛翔していたのですが、本編の22章であることが起こり、その飛行能力は失われてしまいます。まあ、何があったかはぜひとも、本作をプレイしてお確かめください。調べればわかるんですが、本編終盤で面白いとこですし、ネタバレにもなりかねないので、ここでは詳しく説明しないでおきましょう。あとここのシーン、よく見ると、ピットくんの奇跡が切れて落ちていく瞬間、後ろにいるブラピがとっさに手を伸ばしていますね。彼なりに、助けたいという気持ちがあったのかもしれません。彼もピットに救われた身ですし。まあ、はい。実は段ボールが空っぽで、アドベンチャーモード終盤になって、待たせたな。とか言って、出てきてくれたらかっこいいんですがね。
こちらのシーンも、ウィーフィットトレーナー何やってんだよって思う方が多くいると思うんですが、実はこれちょっとした小ネタがあるんです。見ての通り光に飲まれる瞬間、彼女は唐突にストレッチを始めていますが、これってウエスマッシュ攻撃なんですよね。彼女のウエスマッシュ攻撃って、実はほんの少しだけ無敵時間があるんです。それを利用して空中攻撃を避けながら着地狩りをする人もいるんですが、まさかそのネタをここで使ってくるとは思いませんでした。実際に他のキャラより長く形が残っているところが地味に笑えてきます。あとは、村人がビームを掴んでたら、って考えると少し面白いですよね。あの何考えてるかよくわかんない顔で、平然とビームをポケットに入れる姿が、なぜか想像できてしまいます。ここで登場したのは、みんな大好きピンクの悪魔こと、ガーディですね。ワープスターによる、洗礼された無駄のない動きでビームを回避しています。それをキーラは、囲い込むようにして仕留めようとしていますね。ワープスターのワープ機能がなければ終わりだったと思います。ワープスターにワープ機能があるってことを知ってた人はそう多くないのではないでしょうか。キーラも知らなかった可能性まであります。自分も知りませんでしたし。その認知度の低さを逆手にとって、ファイターの特徴を知り尽くしたキーラを欺くとはなかなかすごいですよね。それに、ワープスターが聞いたこともないような高い音を発しています。それだけ必死だったのでしょうか。ここまで本気のワープスターを見るのは初めてです。ちなみにコメントをいただいたのですが、このワープスターに乗ってビームを回避するシーン、どうやらアニメにも似たシーンがあるとか、調べてみたんですが、これでしょうかね。確かに似ています。一部のスピリッツとなるキャラたちが登場していますね。ざっと紹介してみます。テラメンテツ、チリズモイテクスマスヒンニテキラブタ、ヨキテクタンジョウナテイワーパライオキリスノノ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 ノイリマチッペイスアイラは羽田の広げている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 。光に飲まれてからはスピリットとなってふわふわしてるようです。ガーディーたった一人ですが、なんとか生還できましたね。そしてこの曲も死ぬほどいい曲で、流れるタイミングも完璧で感動しまくりです。過去にアニメ版、星のカービィを歌っていた方と同一の人物が歌っている、という噂も SNS 上で広がっていましたが、実際はどうなんでしょうね。確かに声は似ています。そしてこの着地の仕方は相変わらずですね。いつもより力ない感じで墜落しているのは仕方ないですが、そういえばこの場所、月光が参戦の時の PV に出てきた場所と似ている、といったコメントをいただきました。確かに似ていますね。偶然でしょうか？そうそう。そしてこの構図、映像冒頭の崖から全員で空を見上げている絵とは真逆の状態ですね。仲間が全滅してしまい、崖から地上を見下ろしています。この辺の作り込みもすごいですね。さてさて、長くなってしまいましたが、こんな感じですね。灯火の星を逆さにして読み方を変えると、星のカービィになることは多分皆さんもう知っていますよね。というわけで解説は以上となります。前回は大急ぎで投稿したのと、まさかあんなに伸びるとは思っておらず、噂を確定的な情報っぽく載せたり余計な予告を最後に入れたり、身内みたいなノリで適当な動画を作ってしまいましたが、今回は一から真面目に作ったつもりです。それでも動画を作ることに関しては初心者なので、未熟な点も多くあったと思いましたが、なんとか投稿できてよかったです。そして、この場をお借りしてなんですが、スマブラ発売されたら一緒にやってくれる方、いつでも募集してます。Twitter で絡んでくれたら嬉しいですー。いやーそれにしても、最終的に生き残るのがカービィとは思いませんでしたが、よく考えると、この物語の主人公としては妥当なんですよね。洗脳された手でをボコボコにする、敵の組織に改造されたメタナイトを2回も破壊して爆破させる、倒した死体の前で勝利のダンスを踊る、というようなキャラですからね。また、今作のスマブラを手掛ける桜井さんが最初に作ったキャラでもあったり、敵の能力をコピーするなど初期キャラにしやすいというような点などを見ても、主人公にふさわしいキャラだと思います。僕も全キャラの中で最も純粋で愛着のあるキャラだと思っていますしね。
地味や空軍のガレオムさん登場してますね。熱い展開です。最後の最後だったので地味に見落としてる方も多いと思うんですが、ここ地味に冒頭の映像にはなかったシーンですよね。桜井さんはストーリーモードみたいなのはないとおっしゃっていましたが、この一瞬のキーラのシーンを見る限り、この映像以外にもムービーが入る可能性が大いにありますね。これもラストのキーラが消滅するシーンの一部かもしれません。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。